クリスチャンの寄り道を聞きの皆様、こんにちは。エステルゆきこと申します。今回は思いを超えた祈りの答えのお話です。私は保育園でお仕事をさせていただいていますが、ある日仕事中変な力がかかった状態で足をひねってしまいました。そのせいで夕方には足をかばって歩くことになってしまい、左足のもも、膝、ふくらはぎまで左足全体が痛くなってきてしまったんですね。その日の夜、痛みと足全体の重だるさのゆえに一睡もできない状態にまでなってしまいました。今までの人生で足が痛いからとかだるいからとかいう理由で眠れないということは一回もなかったので、これはただごとではない感じがしたんですね。さらに左足をかばって歩いていくことになって、反対側の右膝までも痛くなってしまい、ついに両膝が激しい痛みになってしまいました。でも聖書にはすべてのことについて感謝しなさいと書いてあるので、このことの後ろにも素晴らしい神様の計画があることを信じて、すべてのことについて感謝しました。そして真剣に神様に、両膝、足の痛みがなくなりますように、癒されますようにとお祈りしました。予定がぎっしり入っていたので、私が病院に行ける日までは数日ありました。でもその間は保育園の仕事はお休みだったので、体を激しく動かすことはそんなにないと思って湿布して様子を見ようと思いました。教会の人にお祈りしてもらったり、自分でもお祈りした後から、あんなにひどかった痛みがだんだん引き始めたんですね。それでかばいながらもゆっくりめに普通に歩けるようになっていきました。さらに痛みを感じなくなっていって、病院へ行く当日は気づいたらいつもの癖で坂のところで自転車を立ちこぎしていたのでした。ところが病院でレントゲンを取った後、診察室に呼ばれていくと、ナースさんが私の足を見て開口一番に、ひどいわねこれ、ほら熱持って腫れてるでしょ、わからないの？と言われてしまいました。さらにドクターが見てくださった時には、厳しい表情で、膝に溜まっているのは、これは水ではなく血かもしれません、と言われてしまいました。すぐに治療で太い針の注射で水を抜いていただくことになったんですが、太い針と聞いて、神様、助けてください、と私は心の中で叫んで祈っていました。するとやっぱり、その注射もほとんど痛みはありませんでした。お医者様の話で、これからしばらく通院して溜まってくる膝の水を数回に分けて抜くというお話でした。とても丁寧に見てくださる信頼しているお医者様でしたから、私は感謝していましたが、まだ長くかかりそうなので困ってしまいました。仕事はどうなるんだろうと心配だったのです。なぜなら保育園での仕事は膝は一番よく使う場所で、子どもたちと遊ぶときも、おむつ替えのときも、膝を床についたり、何するにも、とにかく膝の屈伸が多いわけです。傷んだ膝にとっては、最悪な動きをし続ける仕事なのです。この状態で安全に子どもたちに接することができるのだろうか。この先、私は仕事を続けられるのだろうか。と困ってしまいました。お医者様に聞くと、私の職種を聞いて、しばらく仕事を休んだ方がいいですと言われました。でもそうしたくてもできないのが現状でした。そこで神様に聞くお祈りをすると、安心していきなさい、求めなさい、そうすれば与えられますという聖書の言葉が浮かんできて、心に平安があったので、神様に祈りをお願いしようとさらに具体的にお祈りしていきました。仕事を安全に、迷惑をかけずにできるように、これ以上足を痛めることがないように、痛みが引いて早く治りますようにと求めて祈っていきました。さらに私はクリスチャンなので教会の礼拝に通っているんですが、私たちの教会では礼拝の最後に牧師さんが病の癒しのために祈ってくださいます。その時に神様が教会に与えてくださっている御霊の賜物の言葉で、膝の悪かった方が癒されましたと語られたのです。私はこの言葉についてまず神様に祈って確認し、
これは私に神様が語ってくださった言葉だということを信じて握りました。神様が癒したと言葉をくださったから大丈夫と勇気づけられ、そして毎回仕事の前に神様に感謝してお祈りし続けていきました。そして足にはかなりの負担はかかっているはずでしたが、悪くなることはなく、反対にどんどん膝は良くなっていったんですね。通院していた期間、お医者様に経過を見ていただくたびにどんどん膝は良くなっていました。病院からは初めから痛み止めの薬が処方されていました。これは治療薬ではなく痛みを抑えるための成分だと聞いたので、痛まなかったら飲まなくていいですかと聞いてみますと、お医者様はこの後ものすごく痛くなるからと心配され、大変だから飲んだ方がいいですよとお勧めしてくださいました。でも今の私の体は薬品は内臓に負担がかかる恐れがあって、極力薬を使わないようにしていましたので、そのことのために結局痛み止めは一回も飲まなかったんですね。でも本当に痛みから守られて動き続けることができたのです。神様は祈りと神様の言葉を通して私の膝を癒してくださり、仕事も完全に守ってくださいました。癒し主なる神様に感謝いたします。私のお話を最後まで聞いてくださってありがとうございます。またお会いいたしましょう。